陰世紀の社会上皇の周囲には、富裕な頭領や皇妃、乳母の,の一族など、陰の謹慎と呼ばれる一団が形成され、上皇から、荘園や収益の豊かな国を与えられた。戸田上皇の時代になると、陰の周辺に、荘園の寄進が集中したばかりでなく、有力貴族や大臣への荘園の寄進も増加した。 芝上皇は皇女の八丈院少子に八丈院寮を与え後白河法皇は長古堂に長古堂領寮を寄進したまた冬不入の剣を持つ荘園が一般化し不入の剣の内容も警察権の排除にまで拡大されて荘園の独立性が強まった院朝廷は上級貴族に治療国主として 一国の支配権を与え、その国からの収益を取得させる治療国を拡大させた。治療国主は、指定や近親者を国主に任じ、現地には、木材を派遣して、国の支配を行った。また、治療国制度だけでなく、上皇自身が、国の収益を握る陰文国が広がり、国画寮は、上皇、治療国主、国主の資料のようになり、 陰性を支える経済的基盤となった大臣も多くの荘園を所有し武装した僧侶を僧兵として組織し国士と争い親睦や信用を先頭に立てて朝廷に豪祖して要求を通そうとした南んと,と呼ばれる興福寺の僧兵は春日神社の親睦の榊を捧げて豪祖し 北霊と呼ばれる延暦寺の僧兵は、日吉神社の神様を担いで、豪祖した。神仏の意を恐れた朝廷は、大寺院の圧力に抗することができず、武士を用いて、警護や鎮圧に当たらせたため、武士の中央政界への進出を招くことになった。院政が展開する中、地方では、各地の武士が館を築き、 一族や地域の結びつきを強めるようになった。中でも、大内方では、五三年合戦の後、藤原の清平が、奥六軍の支配権を握り、六つの平泉を根拠地として、支配を大う全域に広げていった。欧州藤原氏は、藤原の清平藤原本平藤原の秀平の三代百年にわたって、 金や馬などの産物の富で京都文化を移入し、北方の地との交易によって、独自の文化を育て、繁栄を誇った。欧州藤原氏は、中村寺、毛通寺などの豪華な寺院を建立した。こうして、陰世期には、私的な土地所有が展開して、陰や大事者、武士が、独自の権力を形成し、広く権力が分散していくことになり、 社会を実力で動かそうとする風潮が強まり、中性社会が始まった。